岩手県職員 YouTuber のサオリンです。ユキです。サルです。今日は3人でしめ鍋です。素敵なビーチにやってきましたね。今日の企画は普代村でビーチヨガ体験してみた。イエーイ。ビーチでヨガなんて初めてで楽しみですね。では早速行きましょう。はーい。しめ鍋。受付の流れを説明します。申し込み書を記入し、参加料1人1000円を支払います。ヨガマットをお借りし、普代村1000円クーポンをゲット。このクーポンは普代村の商店街など様々なところで使うことができます。ビーチに移動し、ヨガマットを敷き、準備完了です。受付は7時までに済ませましょう。せっかくの機会なので、ビーチをヨガを行うことになったきっかけを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、震災後にですね、町おこしという感じで始めたんですけども、エセントになって潮風を浴びながら、ビーチヨガをして海を感じていただければいいなと思って今回始めました。佐藤さんに質問させていただきます。ビーチでヨガをする際のポイントについて教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、室内とちょっと違うところでは砂浜なので、やっぱりこうバランスをすごく取りにくい感じに状況になっているので、割と自分の内側に集中しやすいかなと思います。で、筋肉を使う意味では砂浜の上だとすごく難しいんですけども、初心者の方は自分の内側に意識を向けにくいんですね。こう外が気になってしまって、でそういう意味では初めての方にとても場所になっていると思います。佐藤さんはヨガの他にも様々な活動をされていると伺っておりました。せっかくの機会なので何かお知らせなどはございますでしょうか。はい、盛岡なんですが、アトリエブランシェキッチンというヴィーガンスイーツ屋をやっております。でぜひみふねさん、この体験は今年は今回が最終日と伺ったのですが、来年も開催されるのでしょうか。はい、来年度もですね、今年度同様に、5月から9月までの、毎月最終日曜日に開催する予定でございます。また来年もぜひお越しください。お問い合わせは、普代村役場観光振興室までよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。しめ鍋。青の国普代駅長さんの久保さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず道の駅のおすすめの商品教えていただけますか。はい、普代村はですね、昆布で村おこしというところでですね、昆布の商品をたくさん揃えております。まず昆布そのもの、そしてあとはその昆布を加工したもの、あとはその昆布を粉末にして、粉末を練り込んだ麺類、
ラーメン、そうめん、冷麺、これがあのおすすめ商品となっております。久保さんが思う普代村の魅力の方を教えていただいてもよろしいですか。普代村はですね、ちょうど今9月です、ね、下旬ぐらいまでになりますから、ちょうどこの海の色、あ、空の色なんですね、ちょうど青色で美しい時期を迎えます。気分がすっきりするようないい景色を、ね、見れますので、ぜひ足を運んでいただければと思っております。締め場目、今日も素敵な体験ができましたね。大自然の中でのヨガ、とっても楽しかったです。すごくリラックスできましたね。普代村農林商工課の皆さん、講師の佐藤さん、道の駅の皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。